どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 D ポイントから JAL マイルへの交換レートがアップするキャンペーンがね来ておりますんで、こちらの解説とですね、 JAL クラブ A クレジットカードのキャンペーンですね、こちらを同時にね解説やっていきたいというふうに思います。おそらくこの D ポイントからですね、 JAL マイルへの交換がポイントアップするっていうのはですね、3年ぶりぐらいだと思うんですよね。もしね間違っていたら申し訳ないんですけども、本来ね D ポイントから JAL マイルへの交換は 50% ということで、今回キャンペーンで 55% ですね交換することができるっていった感じになるんですよね。ずっとね待っていた方もねいらっしゃるのではないのかなというふうに思うわけなんですけども、交換レートが上がるっていうのはですねいいですよ。それではねキャンペーンの詳細ね行きたいというふうに思うわけなんですけども、今回ですねマイル増量キャンペーンということで、期間はですね2021年2月1日から2021年3月31日までっていうふうになっております。でですね、こちらのキャンペーンはねエントリー不要というふうになっておりますので、交換するだけでですね適用されるっていった形になっております。でですね、特典は 5000D ポイントを交換すると、本来ね2500マイルになるところが2750マイルにね交換することができるっていった形になっております。でですね、こちらは交換できる D ポイントっていうのはですね通常ポイントのみっていう風になっておりますんで、期間限定ポイントはですね交換することができないっていった形になっております。でですね、交換条件は1ヶ月に4万ポイントっていう風になっておりますんで、この点もね覚えておいてください。でですね、こちら交換完了まではですね2ヶ月程度という風になっておりますんで、交換完了までですねしばらくかかるっていった形になっております。でですね、こちらのキャンペーンの注意事項なんですけども、一部 Android 端末の標準ブラウザによるね申し込みができないそうですので、こちらについてはですねエラーになってしまうっていう風になっておりますので、 Android ね利用されている方はですね Chrome もしくは D ポイントアプリよりね申し込みしてくださいということですので、 Android 端末ね利用されている方はこちらね覚えておいていただきたいなという風に思います。またですね、交換完了が2ヶ月程度っていうね記載があるわけなんですけども、こちらね申し込みのタイミングによってはですね数ヶ月ねかかるっていう風に記載もありますんで、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。でですね、こちらのキャンペーンは D ポイントのキャンペーンというふうになっているわけなんですけども、特にですねドコモのねスマートフォンを保有されてない方でもですね D ポイントカードのですね利用登録がされている方であれば利用することができるキャンペーンというふうになっておりますので、こちらね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。D ポイントをですね普段貯められていて JAL マイルにね交換されている方はかなりねおすすめのキャンペーンっていう風になっておりますんで、ぜひね利用してみていただきたいなっていう風に思います。またですね、ポイントサイトにねポイント保有されている方で、ポイントサイトハピタスに関してはですねドットマイル増量キャンペーンでも行われておりますんで、ポイントサイトハピタスに関してはですねそちらの方が交換レート高くなりますんで、ハピタスに関してはキャンペーンで、ね、利用した方がいいと思うんですけども、それ以外のポイントサイトで JAL マイルにね交換されている方はですねこちらのキャンペーンねかなりおすすめっていった形になっております。それでは次に JAL カードのキャンペーンですね。こちらですね、入って使って JAL カード入会キャンペーン最大1万1000マイルということで、まあ、こちらのキャンペーンはですね今回私の動画で紹介させていただくのはこちらのクレジットカードですね、 JAL クラブ A ビザクレジットカードということで、こちらの入会キャンペーンという風になっておりますんで、ちょっとねこちらの見出しは最大1万1000マイルということで、最大ね1万2000マイルねもらえるような表記になっておりますけども、私が紹介させていただくのはクラブ A ビザカードっていう風になりますんで、ちょっとねここまでマイルはねもらえないっていった形になりますんで、この点はね注意してください。でですね、キャンペーンの詳細なんですけども、クラブ A ビザクレジットカードの場合はですね、まず新規入会と入会後2ヶ月末までに2万円を利用すると1500マイルがねもらえるっていった形になっておりまして、さらに2月の15日までね入会していただくと500マイルがねもらえるっていった形になります。でですね、2つ目ですね、カード入会時にですねショッピングマイルプレミアムっていうのをですね同時申し込みしていただくとプラス800
800マイルがもらえるっていった形になります。ちょっとねこのショッピングマイルプレミアムっていうのはですねちょっと後でね解説させていただきます。でですね3つ目ですね、携帯料金支払い設定&支払いで200マイルっていった形になっておりまして、4つ目ですね、入会後初めて JAL グループに搭乗していただくとプラス5000マイルがもらえるっていった形になります。で5つ目ですね、ビザカードタッチ決済1回以上で1000マイルがねもらえるっていった形になります。ですのでこちらね合計すると9000マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になっております。まずね1つ目と2つ目のキャンペーンですね、新規入会と2ヶ月後末までに2万円の利用ですね。またねショッピングマイルプレミアム同時申し込みで800マイルっていうキャンペーンですね。こちらはですねエントリーが必須という風になっておりまして、またですね入会期間とクレジットカードね利用する期間が決められておりまして、こんな感じになっておりますね。仮に2021年2月に入会した場合ですね、クレジットカード利用期間が4月30日までっていう風になっております。またですねマイル付与はですねクレジットカードの利用後達成後3ヶ月後の月末にマイル付与っていった形になりますんで、この点もね覚えておいてください。でですね付与時期はこんな感じになっておりまして、まあ仮にね2月に達成した場合は2021年5月末頃にですね付与されるっていった形になっております。でですね JAL ショッピングマイルプレミアムにですねこちら同時に申し込むね必要があるっていった形になるわけなんですけども、この JAL ショッピングマイルプレミアムっていうのはですね、今回私の動画で紹介させていただいているのはクラブウェイビザカードということで、本来ですね200円につき1マイルがね貯まるクレジットカードっていう風になりますので 0.5% 還元なわけなんですけども、こちらね年会費3000円するわけなんですけども、ショッピングマイルプレミアムっていうのにね入会すると 1% に還元率が上がるっていうことなんですよね。ですのでまあ100円につき1マイルがね貯まるようになるっていった形になります。まあこちらに関してはですね追加でお金がかかるという風になりますんで、 JAL カードをですねメインカードにされている方はですねこちら入会されている方がね多いかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、追加でですねお金がかかるっていった形になりますんで、メインカードにするかどうかによってねこちらも変わってくるかなというふうに思いますので、こちらはね検討していただければなというふうに思います。でですねこちら加入するかしないかでですねこちらのキャンペーンねマイル取れるかどうかもね関わってくるっていった形になりますんで、こちらね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。次に携帯料金支払い設定と支払いで200マイルがもらえるキャンペーンなんですけども、こちらはですね結構ね厳しめのキャンペーンなんですよね。エントリー必須という風になっておりまして、対象キャリアは3大キャリアのみという風になっておりまして、 NTT ドコモ au ソフトバンクっていう風になっておりますんで、この3つだけしかねこのキャンペーン対象ではないんですよね。で設定期間はですね5月の31日までっていう風になっておりまして、利用期間はですね7月31日までっていう風になっております。でですねマイル付与に関しては4月30日まで利用した分が確認できた方はですね7月末にですねマイル付与という風になっておりまして、5月1日から7月31日までの利用分が確認できた方は10月末にね付与予定という風になっております。次にですね搭乗ボーナスで5000マイルですね、こちらはねエントリー不要のキャンペーンという風になっておりまして、クレジットカード入会後の期間に関わらずですね JAL グループの飛行機に搭乗していただくと通常のマイルとは別にですね5000マイルがもらえるっていった形になっております。それでは次にビザタッチキャンペーンですね、こちらは新規入会がですね3月31日までね入会された方っていう風になっておりまして、クレジットカードのタッチ決済の利用期間はですねクレジットカード入会後2ヶ月末までっていう風になっております。こちらもですねエントリー必須という風になっておりまして、このキャンペーンは2000マイルねもらえるキャンペーンという風になってるわけなんですけども、利用先がですね国内で1回ビザタッチ決済で、海外でビザタッチをね1回するとですね合計2000マイルがねもらえるキャンペーンなんですけども、まあ、ちょっとね今海外に行くことできませんので、まあ、獲得できるのはですね国内のみかなというふうに思いますので、国内だけでねビザタッチ決済していただくと1000マイルがねもらえるっていった形になっております。でですねマイルの付与に関してはタッチ決済後ですね3ヶ月後の月末にですねマイル付与っていった形になっております。
以上はですね、今回の JAL クラブ A クレジットカードのですね、入会キャンペーンというふうになっているわけなんですけども、この JAL クラブ A クレジットカードっていうのはですね、年会費1万円ねかかるクレジットカードなんですよね。で、私がなんでこの1万円を払うねクレジットカードをおすすめするのかっていう話なんですけども、こちらですね、申し訳ないんですけども、大人の事情でね理由を言うことができないんですよね。本当に申し訳ないなというふうに思っているわけなんですけども、特にね意地悪とこではありません。でですね、詳しくはですね、私の動画のコミュニティ欄っていうところにですね記載しておりますので、そちらね見ていただきたいなっていうふうに思います。こちらを見ていただくとですね、ある程度ね意味がわかるかなというふうに思いますので、ぜひねそちら見ていただきたいなというふうに思っております。でですね、私の動画のコミュニティ欄っていうのはですね、私のチャンネルのトップページに行っていただくと、動画とかねいろいろ選べるところがあると思うんですけども、そちらにコミュニティ欄っていうのがねあると思いますんで、そちらね確認していただきたいなっていうふうに思います。個人的にはですね、かなりおすすめっていうふうになっておりますし、こんなチャンスですねめったにありませんので、ぜひねチェックしていただきたいなというふうに思っております。でですね、どうしても理由がわからないっていう方はですね、申し訳ないんですけども、私のツイッターの DM にですねダイレクトメッセージで、ね、いただければなというふうに思っておりますので、そちらもね覚えておいていただけたらなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が良く見たった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。